お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらマジやっちゃうウォールブレイカーのやっていきたいなと思います。というわけでマジやっちゃうウォールブレイカー、お久しぶりですね。なんか結構前すごい愛用してたんですけども、最近ですとスケドラとかがいて、スケドラヒースピですかね。まあ、あれに勝てない、ボコボコにされるわというようなところで、結構もういなかったんですけど、この時もう本当にね、すごい弱かったんですけども、まあ、スケドラがね、まあ、弱体化されて、多分復活したんじゃないかなと。なんか日本人のヒロトさんってね、方がね、こう、まあ、世界2位にね、このデッキで行ってるというところで、ちょっとね、今日これでやっていきたいなと思います。で、スケで前やってたんですけども、ゴブリンの方でやってらっしゃったので、僕もね、ゴブリン型でやっていこうかなと思います。いやー、マジで懐かしいですね。なんか、こう、マジアチャオールブレイカーで、あとなんかトルネ入りのマジアチャオールブレイカーをやってた時もありましたし、いや、この時はちょっと違うか。まあいいや、オールブレイカーもいっちゃおう。こう、メガナイトプラスオールブレイカーとかも使ってましたし、まあ、オールブレイカーね、結構好きなんですよ。そう、楽しいんですよね、使ってて。よいしょ。さあ、ボム OP ですね、これ。お、スケドラ入りの、ちょっと待って待って、スケドラ入りのは話が違うて。スケドラがいなくなったことによって戦えるようになったんですよね。こう、スケドラがマジできついんですけど、ちょっとね、頑張ります。まあ、親衛隊なので、まあ、スケドラはいるものの、親衛隊だから耐えれるみたいな。そう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 。いや、いい防衛をしていきますね。で、まあ、多分、ウッドがあると思うんですけども、一応ディガー飛ばして、ちょっと遅めのね、いやらしい感じでね、いいウッドですね。で、ニコスオールブレイカーでゴボリーが回ったかですね。さあ、マラコームで回収できますね。ハシマイスケドラーがワンチャンぐらい、ヒースピアでもないと思う。オーケー。で、耐えるですね。で、今回の相手が親衛隊ロイフグですね。で、まあ、親衛隊自体は、まあ、ボムで止まるんですけども、まあ、スケドラですね、要は。スケドラがヒースピされて、ブッドされない限り僕は負けないんじゃないかなと、まあ、思います。というわけで頑張りたいなと思います。いや、マジで夏いな。なんか一回多分ね、動画、このデッキの動画もよく上げたことあるんですけど、多分世界一行きましたみたいな動画も多分このデッキでね一回やったと思うんですよね。そう、動画内でこのデッキで一回ね多分世界一に行ったことがあるんです。あぶね、ちょっと陸行きがね気持ち足りないので、こんな感じでウォールブレイカーでごまかしていきます。なんか、ボムを親衛隊に割いちゃうと、ロイホグがちょっと止まんなくなっちゃうってところですね。なので、ロイホグが来るまで、できるだけ残しとけるのが理想かなと思います。さあ、まあ、撃ったるっけ？ありますね。で、まあ、ごぼうりもあるんですよね、ぶっちゃけ。で、折り、次ですね。この次のウォールブレイカーを僕としてはさせれば、理想なんですけど、このね、親衛隊が来ることによってなかなかね、攻めづらいんですけど。よいしょ。さあ、いい感じね。これマスキーやれるんじゃないか、ちょっと。これ、ヤナアメ打っていいっすね。オーケー。よいしょ。で、えい、コウモリ。で、これ、コウモリ最強ですね。低めコウモリ。まあでも、言うて相手のスケドラも厄介なんですけども、これ、後ろに下げて、ごぼうりが出ると思うんですけど、ごぼうりをちょっと相手、ウォールブレイカー来ないならごぼうり来ないでいいやぐらいのタイミングで、いい感じのタイミングを狙ったんですけども、まあまあまあ。そうそうそう。で、これもコウモリでね。コウモリ強えな。スケドラが来ないタイミングに出せたら、待って、くしゃみ出る。やばい、待って。マジで、最悪。動画撮ってる時に来ないでってさっきまでめっちゃ願ってたのに。で、あれはディガー防衛してもいいかもっすね。よいしょ。で、相手のあれね、この、ゴボリがね、マジで厄介。で、ここはもうさすがに使う、タゲ取って、いや、マジで厄介だな。お、外してる、外してる、外してる。あるぞ、あるぞ、あるぞ。そのファイブが命取りになるのやで、君。君、君。で、これで、壊れたタイミングで行くんですよね。そしたら、ウォールブレイクを相手は、ウッドがまああるんですけども。まあまあまあ。いいぞ。あるぞ。完全にペースは俺だぜ。いけるよ。これも一回バルキーの、なんなら、スケドラか。これディガーでね、削っていきます。本命、あ、ゴブリン、はい、ゴブリンが、すり抜けてやがる、あいつ。これちょっと柳。やばい、なんとも微妙な柳になった。いや、まあまあいい。
ボマルンでもう相手の攻撃取んないですね、ぶっちゃけ。多分なんですけど。で、まあ、また同じですね。ディガーで一生削っていきます。ウッドサイトな。で、スケダラ来る。いや、これスケダラ多分コウモリとヤナアメで勝てる。いけるいける、一体いやー、なんとも。なんとも微妙だね。よし、やって、本当にやばい。あ、これやっぱファイブで一緒に打たれるとマジでやばい気がする。まあ、言うてか。全然でしたね。あとはこれディガーで削っていって、さあ、ディガーの位置が読まれそう。僕のこの端前マジでちゃ読まれない。1、2、オーケー。いや、これね。いやー、マジで楽しいな。本当に楽しそうに聞こえないかもしれないんですけど、めっちゃ楽しいですね、これ。よし、順調っていうか、まあ、いいっすね。なんかマジで、なんか久々にこう、とかお気に入りだったデッキが、マジで、なんか1枚新カードとかが出たことによって、すごい弱くなると、ちょっと辛いですよね。まあ、それがちょっと復活したっていうところでは、結構ね、嬉しい部分では、まあ、ありますね。さあ、とりあえず、ぶっ破したものの、多分、これ止まんないっすね、相手の攻撃が。頑張るしかないんですけど。3が5?うわ。そっちから来る。これ、サトは、守れそう。サトは守れそう。あ、バルーン一発入るか、今の。いて。メガゴがいて。まあまあまあ、ダメージ的には、ダメージ的にはほぼ一緒。ほぼ一緒っていうね。これ、ニコソウルブレイカー絶対きついよ、君。いやいや、これ、止まるな。なんか、マジアチャがめっちゃ入ってるな。いや、これ3が5、ちょっと嫌ですね。オッケーオッケーオッケー。いやー、いい。やなめもありますね、僕。そういえば。ギャング3が5、メガ5、って感じなので、まあ、次、ケツラバ来たら、同サイドにバルキリーコウモリして、同サイドにバルキリーコウモリすることによって、まあ、無視されたらタワー折れるだけなんですけど、そのままコウモリが、ラバを溶かしてくれるんですよ。これですね。この、コウモリが大事なんですよね。で、まあ、オールブレイクは逆でもいいかな。そう。これ、同彩に合わせることによって、ラバを溶かせると。全然溶けてないんですけども。まあまあまあ、これね、ちょっと射抜きたいな。ワンチャンディガーとかいんのかな?ディガーなんならいてほしいな、ゴブリンで拾える。あー、ジジ。いや、これやべえ、ミスった。うわー、カズミスったー。これやばいな。いや、ワンチャン耐えたら矢の雨で全処理できる。いや、全処理いけそう。いや、ちょっと待って。耐えてくれ!オッケー!うん。思って。相手言えねえじゃん。ちょっと待って。相手言えねえな。申し訳ねえ。よいしょ。さあ、とりあえず、多分ファイ、なんか来そうなので、高めにね、マジアチャでも出して。いや、これですね。さあ、こっからが、戦場ですね。どっちが、いい感じにね、攻めれるか守れるかみたいな。あ、ヤナメ強。ちょっと待って。ヤナメは違う。僕、神のやだめ。相手全然出してこねえや。いやー、これまあ、両サイドを守ろうとすると、さては守れない説もあるんですけども、まあ、僕ぐらいになると、守ります。よいしょ。もう全部守るんだよ、僕は。全部。もう全部、両サイ守る。両サイ、オッケーオッケー。来たー。でも、バルキリーゴブリンしてね。よいしょ。あ、これ、やなめで行かれる。やなめで行かれると、追加でね、オールブレイカーがね、待ってるよん。あ、さあ、グッドゲームですね。まあ、笑いたいな、こっちがね、こっちですよ、と。なんか、いい感じの言葉言おうとしたけど言えなかった。まあまあ、そういう日もね、あります。よしよしよし。いやー、マジでいいな、バルキリーマジアチオールブレイカー、これ。皆さんもぜひ使ってほしいですね。なんならお気に入りすぎて、この動画上がる次の日も同じようなね、このデッキの動画とか出しちゃうかもしれないぐらい、ちょっとね、嬉しいですね。ちょっと久々にね。さあ、今回は、相手は初手ゴレデッキですね。ピンチ。単純にピンチ。単純にゴアドですからね、今の攻めで。で、まあ、ゴレに対しての防衛は、ここにボムタワーを置いて、まあ、斜めにね、マジアチ置くと、角度で射抜けるんですよ。置いて何も出してこない。そんな感じがしましたね。まあまあ、でも、おぉ、すげえ。言うて多分ね、これは結構ダメージ受けるんですけども、この僕のユニットが残ることが大事なので、このマジアチが残ってることによって、カウンターですね。さあ、今相手はヤナアメを裂いた。ヤナアメを裂いて、こっからですね、どんなおしゃれな攻めをしてやろうかって感じなんですけども、
多分マシュアチに対応してくると思うんですよね。なんかトリトンか、一番嫌ですね。しかもキング起動だ、ちょっとやるな。ライトニング嫌な雨でしたね。おーババーで、まあライトだったので、このマジュチャが単純に強いですよね。よいしょ。さあファイボーとか飛んできたら面白い、面白いだけね。でこっからですね、おーライト使ってきたら相手絶対コストないので、バルキリーコウモリの形からのこうね、もうディガーウォールブレイクですね。ヤナメ、あファイボーか。うわー、でもファイボー、ヤナメのコストなかったらいいな。やった、よし。さあこれでダメージ的には僕の方がねリードですね。で多分あの残り数十秒になった時の残り800のタワー無視してくると思うんですよ。なので僕としては2500を一回結合できたら攻めたいかな。まあゴブリンこれ微妙かな。まあいいや、ここですね。ここで一回こっちを攻めときます。攻めておかないと無視された時にちょっとやばいんでね。さあでこのウォールブレイカーで逆線を攻めると、オッケーオッケーオッケー。これでもしっていうか、このゴレを基本守れない手で考えるんですね。そう、守れなくても1800まで削ってるよというような感じでポジティブに捉えます。でそうですね、もう本当にあとは、まあ、キングおられない程度に頑張って防衛するぐらいですね。でここで、まあ、攻めながらちゃんと守ってあげてね。よいしょよいしょ。さあウォールブレイカーが2発暴れていく。でここのコウモリはバルキーマチャチャでいけそうですね。よしよしよし。でここはゴレこっちにいらっしゃいしてあげて、コウモリで溶かして、ここでね、あのもう防衛ができると僕は思ったので、 ディガーからの真ん中オールブレイカーですね。よいしょ。で相手はヤナーマ多分使わないと守れない。ファイボーか。オッケーオッケーオッケー。おしゃれな方法としてはここで、まあ、マジアチャで射抜くっていうね、まあ、動画なんでね、ちょっとこういうことをねやりたがるっていうのはあり。やい、ヤナーメで、ヤナーメ1号なんぼでしたよね。あちょっと待って、ダサいダサいダサい、それはダサいちょっと待って、本当にダサい。あぶねえ、グッドゲームですね。いやー強えんだ。だってゴレにも勝ててラバにも勝てるんですよ。しかもまあヤナーメとかマジアチャとかもあるんで、ちょっと小物にもね、まあ、勝てるというところで。いや、ちょっと待って、マルチで同じ人2連チャン当たった。えちょっと待って待って、本当に、えやばくね、え違う、ねえねえねえマジで、えちょっと待って、俺がおかしいかな。さっきの相手もこの IG か LG みたいなね、やばくない。でもデッキが違うからさすがに違うかな。俺クローン対戦とかやってんのかな。あ似てるだけ、待ってさすがに違うね。だってマルチで同じ人2連チャン多分ほぼないと思うんですよ、ほぼないと思うんですよ。多分たまたま名前が似てるだけで、似てるだけだと思いますね。まあデッキ全然違いますもんね。だって今の間にデッキ変えてなんてしないっすもんね普通。危な、ただの気のせいですね。なんか相手もさっきなんかこの DAN みたいな雰囲気そんな感じだった気がするんですよ。ただの気のせいと。よろしく。さあというわけで今回の相手はガゴムレとホグ、迫撃ホグとかかな。なんかさあ結構、お出た、なんかね当たんないんですよね多分僕のマジアチにファイボって。誰も納得しないこと言ってるんですけど、いやー強い。でマジアチャも入ると、なんならニコスウォールブレイカーをして、これでホグ来てもボムタワーあるんでね。で、ホグ来るかな、来てほしいな、来ないな、来ないので。まあ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 、よいしょ。あれ、ホグいなかったっけ、ホグ行ったっすよね。気のせいかな、ちょっと覚えてないですね、申し訳ない。で、ババか、ホグ釣りですね。ホグ釣りだ。ぴょん。はい、こんにちは。で、今、相手は、ザップとかアイスイズとかいましたね、そういえば。で、まあ、どうせなら、両サイド降りたいな。多分これ、ザップだと処理できない。ババ?ああ、やっぱそうっすね。まあ、ババガゴムレホグっていう面白いですね。このウォールブレイカーにザップ使わせたら、このコウモリがさ、すごい生きる。まあ、でも、あの、アイスイズが走らないきますね、多分。うん。オッケーオッケーオッケー。すべてちょっとわかるな、今日。今日さては調子ええな、俺。で、釣ってあげてからの、ここでガゴムリ来る、ガゴムリ来るけどコストがない
ガゴモリ来るの分かってんならユニット出さずに柳根構えろって感じですね。さあボムで僕はそろそろあの本命のタワーをね削っていかないと、最後折り切れずに気づいたらこっち行かれるみたいなパターンも全然あるね。気をつけてね行きたいと思います。さあまあバルキリーぐらい出して、やばいちょっとやばいな、あ言うて、あ柳根あるんでね、よいしょ、あ柳根いらんっすね、あ避けた。ちょっと待って、俺の前じゃじゃ避けがちだな。でババが来んのかな、ちょっとね一回控えめにね。いやでもいい入ってる。いや最後これマジでチェリー抜くか、あ犬いっちゃった、グッドゲーム。いやちょっと一回確認させて、もしかしたら同じ人かもしれない、これ俺クラン対戦とかしてないよね。いや似てるだけ。ちょっと待って全然、あいやでもクランも一緒だ、やばくない。このなんかシーズン終盤とかなら結構こう同じクランの人がね当たるとかあると思うんですけど、この5000体でなんか同じような名前かつ同じようなクランのやつと当たるっていう、やばくないですか。まあ一つの可能性としてはまあただの偶然で、もう一つとしては相手のまあサブアカ同じくらいにもう一個のアカウント置いてて、ちょっと今のやつうぜ、もう一回倒すでアカウント切り替えて行ったけど、破れるというようなパターンも、いやどうなんだろうな。考えすぎか、さては考えすぎ説もまあないこともないですけど、まあ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 そういうこともありますね。さあというわけで今回の相手はラムライダーですね、はメガナイトラムですね。でここは一回守りですかね。まあ、ラムがいないので気持ち防衛は楽になるんですけど、ライトがちょっと怖いですね。 あポイズンですね。これマジェシアに飛んだらタワーに行きそうだな、ちょっと待ってな。でこれウォールブレイカーで釣ります。いやこれが結局最強ですね。よいしょこっちおいで、オーケー。いやこれさえしとけばあの大抵守れます。真ん中にまあボムからのウォールブレイカー、まあディガーからのウォールブレイカー、バレキーからのウォールブレイカー、ウォールブレイカー釣りをねマジでマスターしてください。そんだけですね。ウォールブレイカーがこう上手くなるというか使えるようになるコツは。もうそれさえできれば誰でも使えますね、このウォールブレイカーは。さあ、というわけで、まあ、メガナイトちょっと厄介だな、メガナイト。これちょっと攻めた方がいいですね。まあ多分エレキでコウモリ踏まれるんですよね。まあまあまあ。で、どうしようかな、これ。マジやっちゃからの、ウォールブレイカー行ってメガナイトで踏まれた時にちょっとピンチになるかな。ちょっとやばいかもしれない。ちょっとだけね。本当にちょっとだけやばいかもしれない。まあ、なんですけど、おしゃれに守れば余裕で守れます。で、ここにゴブリンね。よし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 。よしよしよし。よしよしよし。いやー、いいですね。いい。コウモリがめっちゃ来てる。コウモリ？コウモリ君ならもうちょっと働けるね。しっかりと夜飲むって、いやめっちゃいい佐藤。コウモリが入る。エレキ処理。いやーいいね。で、このタンタラも相手ポイズンなので突破できないですね、ボムを。で、もうウォールブレーカーにタルババか、まあメガナイトズドンと。タルババでしたね。で、ここは、まあ、コウモリ基本積極的でいいと思いますね。で、タルババ咲いてエレキだと思うので、このゴブリンちょっとうざそう。お、いい。で、ここちょっとむずいですね。一回落ち着いて。で、僕としてはちょっとボムはね、残しておきたいですね。ラム受けに。オッケーオッケーオッケー。で、これちょっとうざそう。待って、くしゃみ出る。やばい。動画中にやめてくれ。待って、ほんとやばい。ごめんなさい。そういう日もある。マジで。え、ちょっとやばい。待って。くしゃみしたらちょっとピンチになる。で、正直、ずっと両サイだとそろそろきつくなってきたので、一回逆サイ振り出しますね。同サイのがちょっと嫌ですね。で、ここはちょっと、ラムを受けないといけないので、ちょっと延命してあげてね。よし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 。オッケーオッケーオッケー。さすがに大丈夫。やばい。え？待って、オッケー、怖っ。さすがに怖すぎん？で、ディガーオールブレイカーすると、2枚咲かないと止まんないですね、これは。タルババとユキかな、おー、咲いてくる。ユキ咲いて、エレキも咲いたので、ここですね。ここ普通に、バルキリーコウモリディガーの、この攻め普通にしんどいと思います、相手は。
ってタルババ回ってないでしょ。 OK、 いい来た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 、ズドンズドン。いやーもうちょっと行ってほしかったな。いや OKOK、 いやーで今タルババ咲いた、これもう1回ですね。でまあさすがにユキだと思うんですけど、いやでもユキだけだと止まんないぜ。でこれタルが回ってない、あーズドン来ましたね。でここはもう僕としてはもう守るのみって感じですね。攻めなければぶっちゃけ負けない。でも攻めたいですよね。まあ、ディガーとかでね、ちょっと攻めてあげて。よいしょ。これちょっとあれっす。危ね。このボムを残さないといけない。あ、ちょっとやばい。ちょっとだけ。こっちサイドは、オッケーオッケーオッケー。いや、いい耐え。いや、怖いっすね、これ。ワンチャン捕まれよう。でも相手メグナイト出したな。これどうやって守るんだろう。オッケー、僕は無理に攻めるな。無理に攻めなければ負けないっすね。よいしょ。そう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 。これもう真ん中に釣って時間稼ぎして、U のぐらい。僕の負け筋としては U のぐらい。U のが入るぐらいですね。さすがにタイブレイカー勝ってますよね。オッケー、グッドゲームです。いや、やばくないですか。ゴレ、ラバー、メガナイト、もうマジ何人もゲームです。ハードホグか。まあなんだろうね。なんか絶対的絶命、なんか絶対絶命的な相性があんまないんですよ。なんだろうな。マジで絶対勝てないって言われるとむずいですよね。本当にむずい。なんかスパーキーとかも、ボムとマジアチャの角度とかで意外と守れたりするんですよね。なんだろうね。マジで結構絶望的なのがないっていうのが、まあオールブレイカーの強みかな。だからまあラバルもでも意外と相性いいんだよ。いやマジで、本当に。やばいんですよ、超強いっすよ。さあ、まあなんかたまたまね、なんかすごいね来たらあれですけど、いやーこれスペル使うか悩んだな。まあいいや、今回相手バレバレですね。バレバレとかあんまやんねえからわかんないですけど、まあ、ヤナメがあるので、まあ、ヤナメ打っちゃいてえな。打っていいかな。いや一回落ち着きます。で、あーファイオーだったら僕のマジアチがちょっと腐っちゃうのか。よいしょ。なのでプリンセス出てきたら多分ファイボじゃないんですけど、プリン出てこないかな。よいしょ。マルギリ強いな。いや、これ勝ちたいですね。これですね。さあ、勝てるかどうかって言われると。コウモリ。よいしょ。いや、痛え。これちょっと痛えな。で、ウッドもあるけど、まあ普通にちょっとコウモリですね。このバレバレ枯渇に勝つために頑張るのはコウモリをどれだけこう攻めでうまくさせるかっていうところにね、かかってくる気がします。よいしょ。さあ、スケバレ来るっすね。回転早いな、相手。よいしょ。さあ、耐える。でも、結構コスト使ってんだよな、相手も。まあ、ちょっと待ってもいいかもですね。相手は、ファイボー打って、のバレバレ枯渇だと思うんですよ。で、まあ、マジアチが通んなくて、ウォールブレイカーもなかなか通んないんですけども、後半に入ってしまえば、相手の攻めもぶっちゃけ通らないんですよね。まあ、僕が回転についていけるっていうのがあるので、相手の。いや、これやべ。ちょっとやばい。あと、スケバレの落下ダメージを抑えないといけないですね。ちょっと初めに行った方がいいかな。スケバレ来るか。あー、やったわ。ちょっとやばい、ちょっとやばい、ちょっとやばい。やばめ。よし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 。で、こっからっすね。こっから。これ、来ますよ。2周目。相手回転早いからな。来るんすよね。で、バレルはゴブリンで守る。イェイ。なんならついでに守る、ついでに。オッケーオッケー、いい。で、吹き矢この辺に来る。勝つの、逆サイドタワーだけ取ってます。いや、めっちゃいい。めっちゃいい。来た。一発。よし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 。流れ一気に来た。これボム置いて、ヤナメ打つか迷うな。いらないっすね。で、マジアチを、まあ、ファイボで削られないように逆サイドに出してね。よし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 。これちょっと耐えれるな。普通にユニットで受けて。相手絶対うざいよ、この攻め。いや、しかも、いやー、ま、さすがにいい好きか。いやー、ちょっと怖いねー、怖いねー。やばい、ちょっと待って。やばい、やばい、おっとおっとおっと、ちょっと待って待って待って。いて、そんなバカな。そんな感じで。いや、吹き矢がな、ちょっと、いやらしいな。インフィか。あ、バッテリー 20% ごめん。俺の動画多分毎日出てくる、あいつ。いや、これやば。
さては枯渇？いや枯渇はねちょっと勝ちたいんですけどね。この人がね、さてうまい。いや負けない。あと2000でしょ、余裕です。だって5って来ないですもん、この人5ないですよ。来たってことはもうめっちゃ攻めると、いや5あるんかい。いやいや絶対きつい。よいしょ。いやめっちゃいい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 。矢長めで耐える。コウモリコウモリコウモリ奇跡よ。やべえ、このねゴブリンな分ちょっとね回転がねワンテンポちょっと遅い説はあるんですけども、そんなの言い訳でしかない。え全然いける。おるおる、マジであるマジである。コウモリコウモリコウモリ、攻めコウモリですよ、攻めコウモリ。え、これ来た、絶対気づいてない。いやーうまっ、さすがにこのねマジアチはいい。大逆転のね、でここに置いておくことによって相手はあのスケバラを飛ばせないんですよね。でもうあとマジアチを警戒するしかないんですよ相手は。よし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 、ちょっと我慢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 。いやー相手のあれがいつも当ててきやがる。これワンチャン並んで射抜けないかな。射抜けた、きた、やだめ、危ねえ。ちょっと待って、やばくないこれ最後。ちょっとなんかうまかったな。これ相性めっちゃいい気がしたんですけど、なんかちょっとついていけなかったですね。相手もやりましたね。という感じ。いや、マジで強いんですよ。マジで超力や。しかも楽しい。マジでみんなぜひね、使ってみてください。またね、このデッキの動画ね、ほぼ確定出すと思います。はい。というわけで、今日はちょっと長くなっちゃったんですけど、こんな感じで、ね、終わりにしようかなと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。